どうもこんにちは。ティアーズオブザキングダム専門チャンネルです。今日はスプラトゥーンをやっていきます。勢いよーと、ティアキンの動画を投稿したにもかかわらず、結局このスプラトゥーンに戻ってきてしまいました。目指せスプラトゥーンからの脱却、2024年にもうすぐなるみたいですけど、今年思い残したことはありませんか？僕の動画の視聴者層は8割が男性。どうせ皆さんあれでしょ？また今年も彼女作れなかったなとか言ってるんでしょ？肩払いたいですね。僕レベルになってくると、まず彼女を作るという目標を立てません。こうすることによって、年末には彼女作れなかったなと、嘆き悲しむ必要がなくなってくるんです。頭いいな。IQ3 兆飛んで40。そういえば皆さんに謝らないといけないんです。この前こんな動画を投稿しました。英語禁止ヒーローモード。この動画見たことある人ならわかると思います。編集がいつもと全然違うんですよ。編集についてのコメントもいただきました。編集がミンタじゃないというコメントまで。まあそりゃそうですよね。僕が編集してないからね。やっぱりバレるのか。別に隠すつもりもないんですけど、この動画僕の友達が編集してくれたんです。友達が編集の練習したいというので、じゃあ僕のチャンネルで投稿すればお金もらえるし練習もできるし、一石二鳥じゃん。投稿してもらいました。騙すような形になってしまってすみません。時々編集が凝った動画が投稿されると思うんですけど、多分それ友達なのでご了承ください。まあ言いたいことも言ったし、雑談のフェーズに移っていきますか。ちなみに今回も同様、スプラトゥーンの映像はほぼ背景でございます。マニューバーを使っているとだけ言っておきます。この武器難しいなおい。先日バイト先の店長から LINE が来ました。民宅が親しくと入れるかい？入れるわけありません。働きたくないし、もちろん店長に言ってやりましたよ。今日は無理そうです。店長から衝撃の一言。だと思いました。なら聞くなよ。断る方も体力いるだろ。まあそんなことでバイト休んだ今日この動画を編集してます。店長には申し訳ないことをしてしまったな。でも僕の動画を待ってくれてる人がいるので仕方ないですね。え？最近動画の視聴回数めっちゃ低いって、うるせえな、静かにしろよ。V オフクブオブスクブサズオブブスブイビングルブダイグブブジョクスズクフンビオブフミオグ。すみません、うちのハムスターが字幕打ってしまった。この前まつげパーマしに行ったんですよ。自分磨きってやっぱり気持ちがいいですね。鏡を見るたびに目が大きく見えるので、テンションが上がります。まつげパーマって1時間ほどずっと目をつぶった状態でいなければならないんです。まあ寝ますよね。大爆睡もいいところ、可愛いお姉さんにマツパされながら眠る、至福の時間でしたよ。でもマツパ終わった後に担当のお姉さんから、あ、結構可愛いですね。いや結構いらないだろ。結構ってなんだよ結構って、苦し紛れすぎるだろ。無理して可愛いって言わないでいいんですよ。まあでもまた行きたいなって思います。こういうマツパとかの小さな変化って自分だけでも変化に気づければいいんですよ。僕はマツパして世界が変わったので今後もやっていきます。5000円は高いですけどね。クレジットカード12月の請求18万あるんですけど、一体どんなことをすればそこまで行くんですか。やばすぎるだろ。最初請求見た時詐欺にあったかと思いましたよ。改めて見ると普通に使った記憶あるやつしかない。お金なさすぎるだろ。母親からミンタあんまりお金ないアピールしないでねって言われてるんだけど、この状況下ではさすがに無理があるだろ。どうすればいいんだよ。いやバイトしろよ。なんか身長1センチ5000円で売るんで誰か買ってくださいよ。あ、肩幅でもいいですよ。肩幅ガンダムなので1センチ3000円で買ってください。お願いしますよと思ったんですけど、人間において一番恥ずかしい体勢って何ですかね。この前友達と話してたんですよ。結論が出ました。それはケツ毛剃ってる時です。ケツ毛剃ってる時ってなんか言葉で言い表せないくらい滑稽な姿してますよね。ケツ毛って剃るのめっちゃ難しいんですよ。目で見えないじゃないですか。ケツ毛僕の将来みたいですね。三段論法でいくと僕の将来イコールケツ毛になっちゃいます。暗殺のタイミングに一番最適なのってケツ毛剃ってる時なんだよね。多分暗殺者になりたい方ぜひケツ毛剃ってるタイミングを狙ってみてください。ロイドフォージャーですら対応できないですよ。何の話してるんだよ。というかマニューバー下手すぎないですか。この武器どうやって無双するんだよ。スクイクを長年愛用してきた僕には難しい。久しぶりに変な動画投稿しましたけど結構面白かったのでまた投稿します。ここまで見てくれた人ありがとうございました。途中で見終わった人マジでふざけんな。